声が小さいぞ。おはようございます。シャツはズボンの中に入れろ。挨拶はどうした、吉沢。杉山、朝から声でかすぎ。先生と呼べと何度言ったら、また短くしてるな。別にいいだろ。そんな格好でうろつくな。脱げて、あんた変態かよ。マジかよ。ジャージかよ。パンツ姿で歩くつもりだったのか。変態かよ。次は高速通りの格好で来るようにな。うるせえな。お前のために言ってるんだぞ。男の視線を集めたい年頃なのはわかる。だけどな、自分の性をもっと大切にしなさい。うるせえよバカ。おい、まだ終わってないぞ。しょうがないやつだ。明日から冬休みか。チェンジ。今度こそは。お、いい感じ。ぬるぬるデリヘルから来ましたユキホです。よろしくお願い。杉山、先生と呼べと何度言ったら。じゃなくて、お前は何してんだ。そっちこそ。このことは学園に報告するからな。杉山もやってるのに。大人だからいいの。それってずるくない。それにもっと大人の女性にぬるぬるやってもらいたいからな。チェンジだチェンジ。おい、勝手に。自宅で生徒と二人っきり。ちょっと更新されたら困りますよね。まだそんなこと言ってんの？しているギャルが。ここで作者が言いたかったのは、吉沢！授業中だぞ！なんだその態度は！後で生徒指導室に来なさい！はーい。こないだ教えたばっかじゃねえか。こんなとこで間違えんじゃねえよ。学校行かないんなら働け、社会に貢献しろ、つうか帰れ。全部嫌。知りもしない社会なんかに貢献したくないもの。知れよ、お前の住んでる水槽だ。あ、先生にならもちろん貢献してあげるけど。俺とこの片倉コンがだらけた関係を持つようになったのは、コンの担任だった1年前。おい、まだ授業中だぞ。クラスで一人素行不良だったコンを何とかしようと躍起になっているうち、俺たちはいつの間にか一線を越えちまった。なあ、お前なんでここにいるんだ。わかりました、ガキは帰りますよ。いや違くてさ、なんで俺となんか一緒にいるんだ。先生はなんで私をここにいさせてたの。最高に不愉快。俺はな、お前が。ああ、もう遅刻すんじゃないの。あの後も散々しまくって。悪い。翌日、コンは何日かぶりに学校へ行く気になったとか。やだ、髪の毛ぐしゃぐしゃよ。
昨日は聞かなかったけどさ。ああ、結局お前はどう思ってんの？私はもちろん先生のこと、ズードン。はいはい、知ってたよ。お前もチキンだってことは。何よ、先生なんてチキンナンバーのくせに。意味わからん。タジーリップス。ねえねえ、今日こそは遊びに行く。じゃあいいわ。で遊ぶの久しぶり。たく、バレたらお前も定額とかじゃすまんかもだぞ。何？やっぱりちょっと怒ってるの？いや、怒るっつうより断りきれなかった自分が不甲斐ないというか。ほら遊ぼう、早く。おい、ちょ、確かに二人で外で遊ぶなんて久しぶりだな。本が生徒ってことを意識しすぎてて。でもこんな楽しそうな顔が見られるんなら外に出てくるのも悪くないか。ああ、楽しかったね。先生も私の魅力を再認識したんじゃない？そういうことは寝てから言えよ。ねえ先生。ん？ね、ここで。なんで急にそんな。ダメ、したいの。ダメだろう。こんなところじゃいくらなんでも。わかった。じゃあ。俺は大バカだ。先生。今日はごめんなさい。もう無理言ったりしない。反省してるから。だから。おいバカ。来週は土曜も休みだ。だから泊まりでどっか行くぞ。ことになっている。佐藤か、今は授業中のはずだが、お前も体調不良か？いや、さま、じゃなくてちょっと足をくじいちゃって。先生は？情けないが風邪っぽくてな、休ませてもらっている。大丈夫ですか？すごい汗ですよ。ほてってるせいか妙に色っぽいな。佐藤も雨宿りか？ええ、確かにびしょびしょですね。あ、せっかく乾燥機あるんですし、服乾かしたらどうですか？ああ、服はこれしかない。私に裸になるというのか？違いますよ。僕の服あんまり濡れてないんで貸しますよ。なんだ、いいのか？佐藤、これはこれで目のやり場に困る。ほら、お姉さんとこおいで。この世の終わりのように泣きますね。そう言うとさっきからこうなんだ。あれは事故だ。ノーカウントだ。一線を越えなければ。ほら、布団敷いたから。え、早く寝ようぜ。先生？バカ者。お、姉ちゃんって呼んで。とにかく水でも飲んで落ち着いてください。口移しでか。恩返しは私のファーストキスにしようか。もう何言ってんだこの酔っ払いは。おはようございます。ああ、
昨日はすまなかった。いえ、また遊びに来てくださいよ。ね、姉ちゃん。あれ教師に向かってなんだその口の利き方は。それとシャツが出てる。上履きのかかとを踏むな。ごめんなさい。これなんで。I'm not into it.